皆さん、アストロノートという作品をご存知でしょうか今期放送されていたオリジナルアニメでございまして、先日最終回を迎えたんですけれども、まあ、この作品結構広報の仕方が独特でございまして、放送前というか、もうメインビジュアルが公開された段階からですね、そのメインのビジュアルにデカデカと最終話で全部いただきますっていうキャッチコピーが書いてあったんですよね。もう本当、始まる前からもう最終話でなんかあるじゃんっていう、そういう匂わせをしておりまして、まあ、これに対して公式っていうのが、ラブコム作品、いやアニメ作品の中でも今まで他にル 読ないとんでもなないい結末とととっておりまます最終話まで是非ともご注目くださいとそういいうう呼びかけをしていたんですねもうなんか、アニメの最終回にものすごいことが起こるよっていうもうネタバレをしてまでも最後までどうにか見てほしいというですね、なんか公式のなんかもう心の叫びみたいなのがですね、伝わってきていたんですけれども、まあ正直個人的にはあんまり好きではないやり方ではあるんですけれども、まあとにかく、なんか最終話に何かがあるんだぞというのを、まあ相当ハードル上げて言っていたんですね。で、結果ですね、あの、まあ最終回放送前の公式なんです ですけれども、もう異例の謝罪をするという事態になっておりましてアストロノートは派遣を取りたかったと、まあ、これもね宣伝チームの力不足であると誠に申し訳ございませんとそういうことを言っておりまして、まあ、これ自体も結構驚きなんですけどまあ、一つのね、まあ、宣伝の仕方だと思うんですけれどもまあなんというか派遣を取りたかったっていうね、うん、今の時代において何をもった派遣なのかって難しいところだと思うんですけども、まあ、正直最後までほとんど話題になることがなく終わってしまったというのが現状でございまして一番話題になったのは この最後のののの発見を取りたたたかかかかかっっととといいいいうううねねね、まあ、公式のつぶやきだんんじゃないかななななこころでででございますすもて作品自体は、個人的には普通に最後まで面白かったとは思うんですよね。まあ、本当、昭和ライクの作品というかね、80年代のまさにメゾン一国をま彷彿させるようなですね、このアストロ層というですね、アパートを中心にですね、まあ、そこに住む個性的な住人たちとの日常ラブコメディみたいな、そんなところを描いている作品だったんですけれども、本当にね、 肩の力を抜いてですねゆったりとと見れるるよよううううななな作作品品でででございいいましてそそんん驚きのの展開とかそういうのを待ち望も、ななかったわけなんでですよねでもこの作品、まあ、そういう日常ラブコメの中にですね、SF 要素っていうのが入っておりまして、まあ、それが最終的にとんでもない展開を巻き起こすというところでございまして、本当びっくりだったというか、最終回これだけハードル上げていたのにめちゃくちゃ普通だったんですよね。むしろなんか最終回一個前のですね、エピソードの方が衝撃的でございまして、まあ、その、住んでいたアストロソーっていうアパートがですね、変形してロボットにて、 ななるっていうとんんででもも展開なんですけどもそれは確かに驚きがありましたであ、その予想通りというか、まあ、こうなるよねっていう着地の仕方でございまして、まあ、決して驚きのあるものではなかったんですよね。でも本当に大断円の最終回で、まあ、これでいいじゃんっていうね、本当に幸せな結末だったんですよね。ですので、見ている分には、そう満足感のあるものだったんですけれども、どうしてもね、あ、れだけハードル上げまくっていた最終回が本当にこれなのかっていう、まあ、多分本当に公式が、どうしてもね、このアニメを最終回まで見てほしくて、 まあ本当、あることないことというか、あまりにもやりすぎちゃったんじゃないかなっていう。でも普通にいいアニメでした。アストロノード自体は。はい。まあそんなところでございます。皆さんね、えー、アストロノードを見て、最後まで見た方はどんな感じで思ったでしょうかえー、このね、広報のやり方どういう風に思ったでしょうかぜひともね、コメント欄の方にお願いします。それじゃまた。